バダロナは、スペインカタルーニャ州バルセロナ県のムニシピ。バルサルネス郡に属す。バルセロナ中心部から1 0トルの地点にある。1897年に市に昇格した。バルセロナ都市圏を形成する都市の一つである。伝統的に繊維業が強く、その他に、焼き身や、化学の工場を抱えている。住民骨肖は、バーダロニ、ニーニャ。 ペスカドーレスのビーチバダロナは山と海岸にまたがる都市である。カタルーニャ沿岸山地が市の北から西へ伸びている。暑い夏、温暖で乾燥した冬が特徴の地中海性気候である。降雨は初秋が最も多く、稀に春にも多く降る。湿度が最も高いのは8月、9月、10月、最も乾燥するのは1月と2月である。 一年を通しての日照時間は約2847時間である。バダローナの海岸では海水浴が楽しめる。新しい港の建設で5キロメートル余りの海岸を失ったものの、現在4 5キロメートルの長さに黄金色の良質の砂がある9カ所の海水浴場がある。 イベリア人の定住地跡バエトゥロのローマ浴場跡人の定住は3500年から2500年前よりあり、イベリア人の町の痕跡は今も見られる。定住地としての基礎を作ったのはローマ人であった。彼らはアンプリアスを足掛かりに侵略を続け、バエトゥロを建設した。これが現在のバダロナである。当時のその他のローマ都市と構造が非常に似た。 要塞都市でアウグスタ街道への入り口を持っていた。20世紀に入ってから大浴場が発掘され、今日では遺跡を含めた場所にバダロナ博物館がある。3世紀までにローマの影響は広がったが、その後のローマ衰退で変わってキリスト教が伝来した。ローマ衰退後のバダロナについてわずかな記録しかない。6世紀からバダロナは アフリカ製陶器を輸入していた。12世紀にサンタマリア教会が再建された。幾度か海賊の来襲に悩まされたために、ローマ時代の要塞がそのまま維持される一方を、時代ごとの建築様式を備えた建物も一部見られた。バダロナは、コルツでも役割を担い、アラゴンョ・オフアン2世は、カタルーニャ内戦の最日に、入りの町であったバダロナへ避難してきた。 1416年に設立されたサンジェロニデラ・ムルトラ修道院は当時最も結出していた。この修道院に滞在していたコロンブスはインド公会への支援を表明したカトリック領王からの知らせを受け取っている。17世紀、サンタ・マリア教会周辺に都市の中核となる場所ができた。この場所はダルトデラビラと呼ばれ、住民700人の住居として、 約200軒の住宅が建っていた。同時期に城壁外側に田園地帯の核となる定住地ができた。18世紀半ばまでバダロナは市街と田園地帯が混ざり合わず別々のまま成長していった。19世紀初頭までのバダロナの主要産業は漁業と農業であった。19世紀半ばまで海上貿易。 海上交通を制御とする商人が結出していた。カタルーニャ農村部からの人口流出の結果、バダロナの人口は急激に増加し、1860年には約1万2000人を数えた。人口は増加したが、都市計画は進まず、バダロナに初めての織物工場ができるまで新しい通りは作られなかった。バルセロナマタローンの鉄道が敷かれ、 バダロナにも達したことが契機となり、バルセロナの産業家がバダロナに新しい織物工場を作った。スペイン内戦で都市は猛烈な爆撃を受けた。また住民は日用品の不足でありとあらゆる物資が欠乏した。1939年のフランコ軍によるカタルーニャ制圧でさらに困難な時代は続いた。スペイン内戦中のバダロナは カタルーニャ共和主義左翼に属する市長、フレデリク・シフレの殺害が目立った出来事であった。ジャナラリターでカタルーニャの主犯、リュイス・クンパニースも亡命先のフランスで、ナチスドイツ当局から身柄を拘束され、バルセロナへ送還された後、同年10月に殺害された。フランコ独裁政権時代は、都市の拡張時代でもあった。バダロナは、 スペイン各地からの移民の波を受け入れたが、それらを吸収する余力を持っていなかった。住宅地として、バラックや不健康な生活環境に置かれた郊外が出現した。1960年代以降のさらなる転入者増加で、都市計画なしの無秩序な都市化が進んだ。フランコ独裁の終焉で、1979年4月3日に、 初の民主的な市議会選挙が行われた。ありがとうございます。